この回めっちゃ見てほしいね。30。おい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 、おかしいって、おかしいって、ゾウっすよ。有岡くん、え、急に出して演武や、これウォーカーやから言い方じゃん、ブリッなんだよ、ブリブリッふわふわポンポン、かわいい、かわいすぎる。ごきげんよう、ごきげんよう。さあ始まりましたジャニーズゲーミングルーム、今回はですねこのメンバーでお送りいたします。はい、はい、慎太郎、せーの、そして向井、そして佐久間、そしてはい、体力がそう、ちょっとね、体力がゲームしてきてますから、本日ですねみんなの勝ち、慎太郎もうやらせろよ俺コールしちゃうからそうやって言われちゃうとこっちもコールしちゃうしちゃうからやめて。ちょっとダメだよ、みんな価値観が合ってないよ。え、あれ価値観が合ってない、あれ価値観を合わせないといけません。今日は何をやるかと言いますと、はい、糸あら、あ、これさっきまで僕は知ってますよ、ね、はい、慎太郎も糸初めて。でも前やってました。そうなんです、ね、僕と佐久間とあとタマとミラッチとね、はい、フッカで、はい、5人でやってますけども、知らない、まだ。いや僕も知ってます、グループでやりました。あ、グループでやってる、知らないのか。はい、やったことはないです。楽しいんだよな。遊び方がですね、蜘蛛の糸と赤い糸の2つがありますが、今回は協力型の蜘蛛の糸で遊んでいきました。決められたテーマがありますと。そしてですね、こう皆さんこうカードを引くんですけども、そのカードには1から100までナンバーカードが、ナンバーカードが、ま、番号が書いてますと、はい、その数字を口に出さずにですね、テーマに沿ってこう自分に配られた数字を言葉で伝えるゲーム。なるほど、まあ、例えばテーマが苦手なものだとしたら、まあ、5持ってるからネズミかなとか、うん、あ、なるほど。そうそう、自分がこうカードを20持ってたら、あの下手な人の注射は苦手かなみたいな。99とかだともうゴキブリって言ってもいいよね。そうだね、そのゴキブリ怖いって思わない人だったら、それが何の数字かがよく分かんないじゃない。そうそう、だから価値観が合ってないと。そうそう、価値観を合わせなきゃいけない。うわ、おもろいな。そう、最終的にこの数字をですね、こう小さい順にこう出していくんですよ。それが成功すれば見事クリア。なるほど、よいしょ。というわけでですね、じゃあ早速まず、じゃあテーマ、最初のテーマはテンションが上がる誕生日プレゼント。ああ、もらっでテンションが上がる誕生日プレゼント、この価値観合うかな。なるほど、だからまあ100がまあテンションが上がるものだとして、まあ1だったらちょっとそんなにテンション上がんないなっていうもの、そういった。なるほどね。まずはじゃあ番号、はい、はい、みんな引いていきましょう。はい、みんなよろしいね。引きました。数字はね、教えちゃダメよ。スー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 、カードゲームいいな。おお、なるほどね。え、なるほどね。むずいなぁ。むずいなぁ。で、一番最上限をまず決めてから落としていくのがいいのか、そうね、最初を決めて上げていくのがいいのかわかんない。そうだね。逆に中盤を決めてっていうのも。中盤ね。じゃあ、向井からちょっと俺から発表してって。うわ、これ絶妙なライン行きたいなぁ。ちょっといい歯ブラシ。プラスチックのやつ？あー、木とか。あ、木のやつ。木のやつ。一本？あ、一本っすかね。一本？うわ、マジで数字見えねえ。え、でも木の歯ブラシは高いぞ。ねえ、部屋用のスリッパ。おお、嬉しいけどな、部屋用。ちょっとふかふかしてるぐらい。ああ、あのレザーじゃないやつ。モコ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 はしてないから。このライン、むずいな。いや、ちょっとここ、むずいラインかもしれない。絶妙なとこなんやろな。世界で1台しかない超高級スポーツカー。あー、もうやばいやつだ。もう一番上やん。もう上だわ、これ。有岡だけじゃないよ、なんとなく。のえ、オリジナルの車それぞれ車種違いで10台セット。いやいやいや、もう数字分かったわ。もうでも税金がない。うるせえな。うるせえな。マイナスポイントを探すんじゃないよ。ないんだよそんなこと。自動車税ね。スニーカーかな。あ、でもスニーカーもね、様々ありますから。でも嬉しいよ、まあ、まあ普通に高級なとこじゃなく普通に、まあまあちょっといいスニーカーみたいな。いいスニーカー、それは嬉しいの。結構親しい友達からのプレゼント。そうだね、サイズもちゃんとね。アメリカ往復航空券、うん、ビジネスクラス。ビジネス、あ、でもまあビジネスクラス、え、ビジネスってどこら辺？
エコノミー、エコノミー、プレミアムエコノミーみたいなのがあって、多分ビジネス、ファースト、ファーストの下、ファーストクラスじゃないんだね。でもビジネスって結構高いからね。うわ、めっちゃ嬉しいよ。すごくない？めっちゃ嬉しいよ。それ嬉しいな。それは嬉しくない？それテンション上がるだろ。じゃあ俺もっと分かりやすくするわ。オッケー、頼む。じゃあ佐久間と確かに向井が分かんないわ。確かに俺も分かんないな。お米1合だけ。1合？1合。1合。お米1合。お米1合。お誕生日おめでとう。ああ、違う違う。嬉しいよ。知らんとこの知らん米。でもうまいのよ。うまいね。うまい。俺は自信持って。うまい。うまい。向井もそのうまさは知ってる。知ってる。知らんとこの知らん米。知らんところの知らん米。怖えな。佐久間それ聞いて変わる？あのローラー付きのあのちっちゃいローテーブル1個。ぐらいかな、正直。でもなんとなく並べ替える。なんとなくはね。ちょっと、もう一個ヒントいるか、じゃあ。いや、だからそっちが。もう一押しだな。そこがどうなるのか。俺、一粒だけ、あの、ウルトラマンの顔がある。一粒に。ウルトラマン。デザインの。デザインの。お前何言ってんだ。何言ってんの。じゃあ一番上だよ、多分。そう。一番上だよ。なんでやねん。バンクルは知らんやつ。ほんと気づきしたい。一番上だよ。ウルトラマン大好き。カラータイマー光ってないでしょ。光ってまだ光ってない。まだ光ってない状態。オッケー、じゃあ行ってみますか。数字の小さい順に並べると、まず最初が誰だと思いますか？多分、僕的には、こう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 。そうだよね。いやもうじゃあ行ってみますか、とりあえずね。下でいいんじゃない？押してみようか。はい、ナンバー。ナンバー。あー。にしてはよく言い過ぎだよ。いや、だから、ヒント出したん。ウルトラマン。セブン。ウルトラセブンとかけてたの？そう。わかりにくいな。わかりづら。日本してたぞ。じゃあ次僕です。はい。おお。23。ちょっと中途半端すぎて。まあ確かに難しいね。上かなと思って。さあそして流星。ドン。おお。わかるわかる。確かにスニーカー。ねあの平均値っぽいな。そうだね。いいね。嬉しいよねでもね。わかる。いいね。嬉しい。ね、すごいね。ドン。71。71。おやじゃ71。しんちゃんなんだっけ？ビジネス航空券。いや、オフで航空券。マジ嬉しいね。じゃあ私行きます。はい。ドン。100や !100! もうすげーこれはもう、テンション上がった。え、クリアした？クリアです。まあまあ、でも最初はちょっと優しめのお題でしたよ、これは。ということで、この動画がいい。いや、締めないで。気が早いな。飽きた？違う違う。飽きちゃった飽きた大丈夫だ。登録お願いします。そっからよ、僕は。飽きた。乗りたい動物。動物。乗ってみたい動物？乗りたい動物。100が乗りたい動物だとして、まあ1があんま乗りたくない動物。だから、幻獣系も言っていいってことですよね。もちろん。ありありあり。もちろん存在しないというかね。えい！来た。えい、来た。もう分かった。わー。カードゲームっておもろいな。ここか。このテーマ難しいな。なるほどね。振り切ってたらな、いけるけど。平均値の動物を自分たちの中で何にするかだと思うんですよ。なるほど。だ多分一番乗り慣れてるあれなんじゃないかな、みたいな。それを聞いた上で、向かえ。馬？馬？じゃあもう、ポニー。あ！ポニー！ポニー？ポニーって。ポニーってだからちょっとちっちゃめの。そう、馬のちっちゃいやつ。うん、あ、じゃあ俺ゾウにするわ。まあ、ああ、ゾウか。ゾウいいところ来るな。ゾウね。ゾウ高めやけどな。何？いや本当に難しい。馬？馬でいい？うん、変えていいから。でも幻獣種もあるやから。幻獣種ってなんだ？幻獣種じゃない。幻獣種になっちゃうから。幻獣種じゃない。じゃあペガサス。おい、めっちゃいいね。めっちゃいいよ。そう、どんじゃ。違う、めっちゃ似合うね、ペガサス。めっちゃ似合う。リュウセイめっちゃ似合うね。似合いそう。ピガス行った。ピガサス。死んだろ。おる。パー。考えてねえな。おーい。なんだろうな。真剣に考えてるのかなと思ってたら、何も考えてなかった。おもろ。なんだろうな。あ、真剣だ。真剣に考えてる。悩んでんな。ライオン。いや、パーしようよ。やれ。パーを。みんなパー待ってたよ今。裏切ってくるなぁ。ライオン、ライオン。結構いいね。高め。高めだなぁ、きっと。乗れることないもんな。
あ、俺虎に変えていいっすか。何が違うんだよ。な、何が違うんだよ。微妙であるんでしょう、慎太郎の中での。教えてくれよ。虎だな。絶妙だな。どんなシチュエーションに乗るかじゃない、あと。本当にだから体験で乗るのか、草原とかを馬に乗って走るのか。てか忍者村、忍者村、忍者村に行って乗るタイミングとか。それポニー。ポニーか。それポニー。ちっちゃいやつ。そう。あれポニー。違う。あれポニーか。で、俺は逆にそれを想像してポニーだった。なるほどね。ゾウもそう。ちゃんとこう引いてくれる人がいて、うん、本当にちょっと一周体験だ、本当に。慎太郎のドラは？動物園系？そう。そうだね。あの、触れ合えて写真も撮れる。野生じゃないの。中で、乗ってみますみたいな。ちょっとまたいでみますぐらいみたいな。あーっていう。怖いけど。その怖いのがどうかやな。でもやっぱ興味はあるよね。安全ですって言われてんだったら、まあ、順番で言ったら、待ってむずいな。たらポニー、馬、ゾウ、トラ、ペガサスだな、うんうんうん、になっちゃってる。俺もそう。はい、いきます。44。お次俺でしょ。50。ナイスナイスです。いや、わかるわかるわかる。馬平均値は50。すごい。馬が平均値ってのはわかる。で、次が。いや、いいね。いきます。46。えぇ、ー、えぇ、ー、ゾウっすよ。えぇ、ー、有岡くん。えぇ、ー、急に女子。これでしょ、うん、はい。私、こちら。なんぼ ?39。おい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 。おかしいって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 いや、だから、乗ってもいいですよ、で、あーっていう。別に乗れないけど。やっぱり今日は生きてる状態だもんね。そう。まあちょっと失敗は決定していますが。まあまあ。70、まあそうだね。5を残した上での。ああ。そこ、ここでやっぱ価値観のズレが。面白い。いや、おもれえな。いやー、ちょっと。だから簡単そうに見えて意外と。意外と近いところでもあれでしたね。そう。難しいんですよね。欲しい特殊能力。ああ、いいね。100が欲しいで1はいらない。うわ、いいや。欲しい、もしくは手に入れたい。いや、だから何、どれがどの辺、うん、か平均値が分かんないもんな、特殊能力。平均値能力分かんないですね。何が平均なのか分かんないよね。コルンガ。コルンガ、コルンガ、なんだっけ、どういう、ドラゴンボールの。ドラゴンボールのね。人間全員は生き返らせないじゃないですか。あ、そうね。一人だけ、でも3回使える。そう、3回使える。うん。だから願いを3つ叶えられるっていう能力。3つだよ。3つ叶えられるんだから。まあ、結構上やな。3センチ。先のものを引き寄せるの。三センチってな、これやで。な、見てね、これやで。元？そう、この辺まで言ったら、ちょっと。どんだけめんどくさいねん。おもろい、おもろい。使い道わかんないね。マジシャンのレベル。室内の温度を何も見ずに当てられる能力。あ、今何度か。でもいらんな。まあそうか。そのレベルか。まあ阿部ちゃんとかも欲しいのか。欲しいかもね。スノーマン阿部ちゃんね。気象予報士の仕事してくれるね。室内のね。室内限定っすか。室温っていうか、この外は無理なんか。外はじゃあ阿部ちゃんいらんか。俺行くわ。いいよ。手から火。うわ。ああ、いや。憧れる。憧れ。うん。結構ブワって。いや、うわーは無理ですけど、本当ふわーってこう。料理はできる。料理できる。できます。チャーハンできます。おお。じゃあフェアリーテイルの夏ぐらいだ。夏ぐらい。懐かしい。懐かしい。カリウドね。僕あれですね。佐久間。50センチなら飛べる。50センチ普通飛べるやつ。いや、じゃあ、維持できる。ああ。武空ね。武空。前だけ。前だけ進む。前だけ進む。前だけ進む。後ろにはいけない。後ろには横にもいけない。横にもいけない。限られるな。一番下俺っぽいもんな。そうだよね。で、次。次、有岡くんっぽい。室内の温度。で、次が、多分俺じゃないから。そうだね。50センチ。で、手から火からのポルンガだよね。これです。ドン。ほんまに3。マジで3だ。うおー。なるほどね。いや、でもマジで、能力しょぼすぎるもんね。いや、これはもう絶対、まあ下だね。いけるなと。だから、言うで静電気でいけそうだもん。ドン。おー。あれ？あれ違ったんだけど。有岡くんちょっと、なんか、あの、ゾウの上からちょっと下手くそなのが出てきてる。なんか価値観ずれてますね。なんか、いやいや、まさかの流星がそんな低いと思わなかったんだよね。
でも室内の温度を当てれるだけで、うん、この数字マジ高くないですか。高すぎ、これ高い、高くないですよ。じゃあ外も言えばよかったか。そういうことじゃない。スマホあればできることです。そうだよ。こと足りてるんですよ、あれ。最近の。いやー、難しい、この数字。じゃあ、いきます。はい。53。おしおしおし。でも、セーフやん。そうだよ。そう、だから50センチで前しか飛べないから、ね。うん、まあ、それぐらいの平均値っぽい制限かなと思って。どう、いける？こっちで見せるな。これはナイスナイス、ファインプレー、ファインプレー、よかった、よかったね。53いって54、大丈夫です、安定ですから。こちら10。よっしゃ、そりゃそうや、ややこしいな、そりゃそうなの、ややこしかったな。よかったよかった、よかった。まあまあまあ、ちょっとびっくりはしましたけどね、途中ね。いや、びっくりしたな、飛びましたから数字がね、一気に。いいな、いや、おもろいな、でも面白いですね。いや、面白い。強そうな熟語。やばい、苦手なパターンや。100が強くて1が弱い。熟語って何？熟語って、あれは熟語、あれは熟語って何ですか？熟語は、ごめんなさい、例えば一瞬とか、そういうこと？一瞬とか。あ、二文字熟語、はい、こちらでいきましょう。うわー、これちょっと難しいな。いや、これ難しい。でも俺、はい、強そうな言葉とか考えるの俺得意からな。頼む。うわー、おお、ほう、いい具合ですね、私の数字。二文字熟語ね。瞬足。瞬足。だ、足速いだけでしょ、言うて。めっちゃ速い。100メートルさ、ボルト9秒ぐらいじゃない。何秒なの？ 3.8 秒。だから高速ではないんや。そうだね。光の速度ではないんや。ね、高速じゃない。そっちは速い。そう、行きそこまで行かない。でもめっちゃ速いね。俺も息思いついた。何？頑固。おー、なるほどね。王様。おお、あ、強いね。あ、そのライン？あ、姫様でもいいな。姫様。姫様。え、待って待って待って。姫様弱くね？なんだ？弱くね？王様だったら姫様になったのね。一気にこんなハグレバーあった今。姫か。召喚。召喚？強そう。強いな。強そう。え、強そうだね。召喚。出せた？魔眼。マガン、マの目ですか。あ、そう。俺変えていいですか。いいよ。銀髪。え、待って。ちょっとバラバラや。どこいる今。どこにいる。あいつだけ多分あの異世界行ってないんですよ。なるほど。現世での戦いです。僕変えます。神々でお願いします。強いな。強いじゃん。神々で。一つだけなんか違うねんな。頑固。頑固だから。確かに。ジャンルが違う。頑固がなんかね。強そうで頑固が意味わからへんねん。じゃあ、同じ系統でいこうか。同じレベルでいこう。でもそうね。まあ、演舞。炎の舞だから、うん。炎の舞で演舞ね。俺は弱くなったと思ったんだね。いや、俺も。あ、弱なった。頑固ってめっちゃ意志強いじゃん。うん。あ、そういうことか。コウジもなんかこう、こっち系のやつでなんか言ってよ、一個。異世界系である。金髪の方がいいのかな俺は。そこじゃねえんだ。色じゃねえんだ。え、流星何？演舞ってこういうやつやろ。そう、ボケボケにしたけど、こういうやつやろ。演舞こうやって、こうやってやるやつやろ。それよりは上やと思うんやけどな。豪華とかにしようか。あ、豪華すごいよ。あ、豪華いいやん。でも演舞とまたそれちょっと戦ってもらえたら。演舞でしょ、演舞やん、うん、俺豪華やから。言い方じゃん、それ。瞑想してきたな、俺。契約とか。でも俺、鉄球とかもいいかもな。回復。復活。さっき言ってた、剣豪にしとくわ。あ、剣豪。剣豪ね。これで、ファイナルアンサー。だ、変身でもいいしね。変身もいいな。変身ね。もう変えたらあかんねん、これ。剣豪でいきます。自分だから一番低いくるものにして。瞬足。瞬足か。何の時間だったんだよ今までは。おい、何なんだよ。結局収束で行くのかよ。無駄な時間。じゃあ上から行きますか。じゃあ上行ってみようか。有岡くん、佐久間、神々、マガン、うん、で流星くん、じゃあ演舞今勝ちたい。流星の演舞、銀髪契約じゃねえか。でも高速一番遅かったのか。収束でしょ、結局収束だったんでしょ。じゃあ、まあ、収束だったら一番そうだよ。みんなの価値観で合わせるとね。そうほんまに終わるで。終わんで。それはないよ。マジでわかんない。これはダメだって。だから言
っとアピールしてる。もっとあるよこれ。72やで。あるよ。うわーないわ。なんなら金髪の俊足だよこれは。あ人だったら強いよね。いやー銀髪だわ。なんか能力とかないけど現実世界で強いのがまあ大体こんぐらいかな。人間界で言えばってことですか。演武です。あーいや得意で俺予想通り本当、うん、だからやっぱ上行きたかったんだ。演武のマガン85。そして私有岡が神々です。神々93。うわあ、ほら絶対90だと思った。そっか。いやーやっぱうまいこといかないね。これがまた面白いとこですよ。いや72で瞬足はダメよ。いやーほんとごめんなさい。いいの、はい、全然いいんだけど全然いいんだよ。そうなんやな。そんなそんなへこむなって。俺ゲームに一生懸命やわ。かわいい効果音でいこう。かわいい効果音。かわいい効果音で100がかわいい、最もかわいいで0があんまかわいくない。言います。おこれで可愛いっすね。それ可愛いね。まあまあ可愛い方に入る。可愛くないにはいかないね。あそっか。それは可愛いっす。それ可愛い。大丈夫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 。ギュムギュム。あの麦じゃないのがポイントです。ギュム。じゃあいいっすか。ポワポワポワ。可愛い。かわいい。だって今隣にいる俺とリュウセイニヤニヤしちゃった。なんか先輩を見る目じゃなかった、ね、面白いじゃないからね。ニヤニヤ面白いとかじゃないからね。違う違う、かわいすぎて。収録終わりもう一回やってもらっていいですよ。目覚ましにしたい。プー、うん、でもさやっぱかわいいよな。でもね、パピプーのラインはかわいいんですよ。そうだな。だからかわいいんだ。無理。なんかさ、でもさ言い方によるね今の。プリじゃないんでしょ。無理。変えていいですか。いいっすよ。おえだブリとおえがどうなんだろう。ここがむずいかもな。ちょっと下決めたいな。もうちょっとだっておえをじゃあ可愛くやってみて。おえを可愛く。これ無理でしょ。可愛くならないんだよこの言葉って。じゃあ可愛くブリやってみて。ブリなるんだよ。ブリブリ可愛くなるんだよ。でもぷわぷわも可愛いですもんね。いやぷわぷわは一番可愛い。1位でしょ。だから3つもあるんだよ。まだまだあるよ。なんならぷわぷわじゃなくても違う。ここなんか違うのある。ポンポンポン。どっちが可愛かった。ちょっとこれどっちが可愛かった。しょべえなー。ぷわぷわとどっちが可愛かった。ぷわぷわとポンポンなんかハーフハーフいきます。 OKOK。 ぷわぷわポンポン。可愛い。かわいすぎる。あ何かを失ってる。失ってるな。もう何かは。いやこの回めっちゃ見てほしいね。もうこれはじゃあ切れます。僕はパンパンボンボンにしますよ。もうあれ一番でしょ。ふわふわポンポンはダントツ1位でしょ。ダントツだよね。じゃあこれでいきますか。決まりましたね。まあ普通に考えたらまあおえ。まあおえが一番最初だよな。次がブリ。次ブリかな。ブリで次ギュム。プーポン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 ですね。いやポンポンじゃない。ポンポンちょっと可愛さ変わってきちゃうから。ポン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 ちょっとね可愛さ変わってきちゃう。いやさあじゃあ始めましょう。じゃあ向井さん。おおいいね。いやいいわ。わかりやすいわかりやすい。ナイスナイス。ブリ。おおいいです。いいラインだね。いいラインだわ。素晴らしい。やっぱ言い方によったね。ギム。あーいいね。でも一気に上がったね。はい、やっぱギュって感じ。はい。おお。いったね。あいいですね。いい感じ。さあそして私。ぷわぷわぽわぽわ。95。うわーすげえ。すごいな。ありがとうございます。うん、これはもう大成功。ラッシュの大成功。ありがとうございました。ちゃんと価値観を合わせられたところで、これはぷわぷわポンポン会。なかなかぷわぷわポンポンお昼に聞けることないから、ね。いやないっすね。マジレアでした。これ贅沢すぎるって。ぷわぷわポンポンのショート出した方がいいんじゃない？ぷわぷわポンポン。いいです。ライブとかあったら絶対うちは出てくる。確かにうちは出てくるかもしれないですね。でもちょっといいですか。慎太郎のぷわぷわポンポンも一回待って。いいよいいよ。ぷわぷわポン。なんで美川憲一さん見たくなってるの。口が口がちょっと角度がどんどん美川憲一さんの。いやでも楽しかったですね。楽しかった。まあテーマによっては価値観の違いだったりズレもありましたけども、
またちょっとねやってみたいと思いますし、さあということでですね、この動画がいいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次回お会い楽しみに。お楽しみにポンポンに落としたら今ポンポンいきます。わわわわわ、ありがとうございます。一文字もやったら一文字一文字もやった。